商品名は2パターンで OK。 これ八百屋さんのポップと同じ考え方なんです。こんにちは、瀬戸亮次です。今日は僕がね、実際に月30万円以上稼いでるメルカリで面白いほどよく売れる必勝テクニックを余すことなくお話ししていきます。この動画の最後にはプレゼントとして、初心者でも簡単にメルカリで10万円稼ぐためには欠かせない超重要な特典も用意しているので、動画内で伝える案内はしっかりと確認して、せどり初心者からでもスムーズに稼ぐための準備をしていきましょう。こちらもお楽しみに。まずね、皆さんこう思ってません？出品から1時間で売れるなんて、そんな魔法みたいな方法があるわけない。どうせいつもの写真をきれいに撮りましょうとか、値下げしましょうとかでしょ。実はね、今回お話しするテクニックは僕が営業マンとして使った心理テクニックをメルカリに応用したものなんです。面白いことに、僕のね、家族だとかにも伝えてちゃんと結果出してるんですよ。今動画ご覧のあなたへ豪華特典のご案内です。 LINE 登録者限定で稼げる瀬戸り完全マスターへの道、豪華5大特典を期間限定でプレゼントしています。未経験から瀬戸りを始めるにあたって必要なもの、そして季節ごとの鉄板トレンドアイテムを期間限定で完全無料でプレゼントします。受け取り方法は簡単3ステップ。1、チャンネル登録。2、この動画にコメントをする。3、この動画の概要欄から僕の LINE に登録する。僕が年商22億を稼ぐまでに徹底してきた重要な情報が揃ったアイテムを受け取れるのは今だけになるので、この動画を視聴後はすぐにゲットしてくださいね。1、お客様心理を逆手に取った値下げ交渉術。例えば皆さん、こんな経験ありませんか？いくらになりませんか？はい、お値下げ変更しました。そして購入されずに逃げられる。実はね、これ 98% の確率で回避できる方法があるんです。それはフォローしてもらうこと。え？それだけ？って思いましたよね。これ実は深い心理学が隠れているんです。人って自分はお客様って潜在意識に思っているから、面倒なことは嫌がるんですよね。だからフォローという一手間加えることで本気で買う気があるかどうかが分かるんです。具体的なコメント例を出すと、いくらになりませんかに対して、かしこまりました、こちら人気商品です、状態もいいのでフォローしていただけましたら特別に〇〇まで値段を頑張らさせていただきます、いかがでしょうか。これ野菜を選ぶときと同じなんです。スーパーで野菜を選ぶとき、ちょっと触って確認しますよね。それと同じでフォローという小さなアクションで本当に欲しい人かどうかが分かるんです。2、セール戦略の裏技。さて次はセールについて面白い発見をお話ししていきたいと思います。実は僕、いろいろな販売方法を試してきた中でセールについて興味深い気づきがあったんです。まず僕が実際にやっている在庫処分セールの方法から説明させてください。これ実は単なるセールじゃないんです。心理的要素がたくさん組み込まれているんですよ。例えばお客様に安いと思ってもらうためには、ただ値段を下げるだけじゃダメなんです。僕が実際に使っている方法をお伝えしますね。こんな感じです。限定在庫処分セール実施中、期間内にフォローしていただいた方に通常〇〇円のところ〇〇円でご提供、明日までの限定価格です。このコメント実はすごい計算されてるんです。まず限定という言葉で希少性を演出していますよね。それから在庫処分という理由を明確にして、なぜ安くなるのかを説明しています。期間内と明日までという言葉で期限を強調して、フォローしていただいた方限定という特別感も出している。そして最後に具体的な値引き額を示すことでお得感を数字で見せているんです。ただしここで面白い話があるんです。実はですね、セールってそこまで効果ないんです。え、今までの話何だったのって思われるかもしれませんが、これには理由があるんです。メルカリってもともと値引きが当たり前の世界なんですよね。新品の服だって半額や 60% オフが普通に存在する。だからセール中ですって言っても正直あんまりインパクトないんです。これまさにスーパーマーケットの特売と同じような状況なんです。皆さんも経験ありませんか？毎週のように特売やってるスーパーって、もはや特売価格が普通の値段みたいに感じちゃいますよね。だからこそセールするときは、ただ安くするんじゃなくて、なぜ安くできるのか、どうして今がチャンスなのか、そういった物語をしっかり伝えることが大切なんです。お客様に、あ、これは見逃せないなと思っていただけるような仕掛けが大切なんですよ。実際このやり方で売り上げが上がった商品もたくさんあります。ただしこれはあくまでも販売のテクニックの一つ、これだけに頼るんじゃなくて他の販売方法と組み合わせて使うのがコツですよ。ちなみにこのセール方法は特に在庫整理したい時にとっても効果的です。でも使いすぎると逆効果になっちゃうので、タイミングを見計らって使うことをお勧めします。3、値引き交渉の極意。お値引きできますか？この質問皆さんよくお受けしますよね。実は僕、意外な返し方をしています。おいくらご希望でしょうか？え、
そんなこと聞いたらめちゃくちゃな金額言われないって思いましたよね。でもね、これが意外と効果的なんです。昔八百屋さんで見た光景を思い出すんですが、お客さんがこれ安くならないかって聞いた時に、八百屋さんがいくらなら買ってくれますって聞き返したんです。するとお客さんは良心的な金額を示したんですよ。メルカリでも同じで、実は常識的な範囲の値引きを希望する人が多いんです。物販の世界では高く売ることより回転を早くして売ることが大切なんです。出品のベストタイミング、よくゴールデンタイムに出品した方がいいとか、ライバルが多いから避けた方がいいとか言われますよね。正直に言います、ぶっちゃけそんなにこだわる必要ないです。これお弁当の売れ残りと同じ考え方なんです。確かに昼休みが一番売れるかもしれません。でもお弁当屋さんだって朝から並べておかないと売れませんよね。大事なのは出品することそのものなんです。時間にこだわりすぎて出品が遅れるぐらいなら、できる時に出品しちゃった方がいいんです。5、価格設定の黄金のルール。価格設定で悩んでる人多いと思います。でも実は簡単なんです。相場価格にプラス1000円から2000円で出品、これ八百屋さんの仕入れと同じ考え方なんです。八百屋さんって市場で仕入れるときに値引き交渉の余地を残して仕入れますよね。そう、メルカリでも同じ、後から値引きする分見込んで最初は少し高めに設定するんです。6、相場価格の見極め方。さて今日は相場価格の見極め方についてお話ししていきたいと思います。よく相場価格って言われても、どうやって調べればいいのって質問いただくんですよね。僕も最初は本当に悩みました。でもね、実はこれ皆さんが普段やっているお買い物とそっくりなんです。例えばスーパーマーケットで特売品を探す時のことを思い出してください。野菜コーナーにいて、あ、今日のトマトは安いなとか、今日この野菜他のスーパーより高いかもって比較しますよね。メルカリでの相場確認も全く同じ感覚でできるんです。具体的な方法を説明させてください。まず最初にやることはブランド名と商品カテゴリーで検索することです。例えばユニクロパーカーみたいな感じでですね。ただしここで気をつけてほしいのが、検索窓で検索するだけじゃダメなんです。なぜかというと、検索窓だけだと商品名や説明文にユニクロって書いてある商品全部ヒットしちゃうんです。例えばユニクロっぽいとか、ユニクロで買った時のような着心地とかみたいな説明文まで引っかかっちゃうんですよ。だから次はブランドタブでさらに絞り込みをかけます。これ八百屋さんが市場でこの生産者の野菜はいつも新鮮だなっていう見分けるのと同じ感覚です。ブランドタブで絞り込むことで本当にそのブランドの商品だけが表示されるようになります。そして最後に売り切れ商品で検索します。これが一番大事なポイントです。なぜかというと、実際に売れた価格を見ることができる方なんです。これって市場で八百屋さんが値段を確認するのと全く同じ感覚なんです。市場に行けば同じ大根でも新鮮なものと少し時間が経ったもので値段違いますよね。メルカリも同じで、商品の状態や人気度によって適正価格が変わってくるんです。実際に売れた価格を見ることで、あ、このブランドのこの商品はこのぐらいの状態ならこのくらいの値段で売れるんだっていうのが分かってきます。この方法、最初はすごく面倒くさく感じるかもしれません。でもこれを習慣づけることで、だんだんと相場感が身についてきます。そうするとこの商品ならこのぐらいの値段出せば売れるなっていうのが直感的に分かるようになってくるんです。ちなみにこの相場確認は出品する時だけじゃなくて、仕入れの時にも使えるテクニックです。この商品仕入れ値はこれぐらいだけど、相場価格ならこれぐらいで売れそうだなって判断できるようになりますよ。商品説明の必須3要素。商品説明って実は3つだけ書けば OK なんです。サイズ、平置きの寸法、傷、汚れなどのダメージ箇所、商品のキーワード。これって八百屋さんが野菜を並べる時のポップと同じですよね。新鮮な静岡産のレタスって書いてあれば十分です。レタスの歴史まで書く必要はないですよね。ただし1万円以上の高額商品は例外です。これは高級果物を買う時と同じで、やっぱり詳しい説明が必要になります。8、100円値下げの正しいやり方。メルカリの仕組みって面白いんですよ。24時間経過後に100円以上値下げすると、また検索の上位に表示されるんです。これスーパーの見切り品と同じ原理なんです。時間が経つごとに少しずつ値下げして最終的に売り切る。ただし安売りのタイミングは計画的に。ここで絶対にやってはいけないのが、値下げと値上げを繰り返すこと。これは悪質なセール詐欺とみなされかねません。まるでスーパーで定価を上げてから値引きするようなものです。9、商品名の黄金法則。商品名は2パターンで OK。 商品カテゴリー、似てるカテゴリー、売れるキーワード、これ八百屋さんのポップと同じ考え方なんです。新鮮、朝どれ、産地直送というように、お客様の目の引くキーワードを入れるんです。例えばニットとセーター、シャツとブラウスなど、同じものでも呼び方が違うものは両方入れておく。これはお客様それぞれの言葉で探せるようにする工夫なんです。10、写真撮影の極意。
明るく綺麗な写真を撮りましょうって言われても、実際どうすればいいか悩みますよね。僕も最初は本当に悩みました。実はこれ果物売り場のディスプレイと同じ原理なんです。綺麗に並べられた果物って思わず手に取りたくなりませんか？メルカリも全く同じで、写真の良し悪しで売り値が数百円も数千も変わることがあるんです。例えば同じリンゴでもバラバラに置いてあるのと綺麗に並べられているのでは全然印象が違いますよね。メルカリの写真も同じことが言います。そこで今日は僕が実際に使っている具体的なテクニックを2つご紹介したいと思います。まず1つ目はグリッド線を表示させることです。僕は iPhone を使っているんですが、設定からカメラを開いてグリッドをオンにするだけです。これだけでまるで八百屋さんが商品を綺麗に並べるように商品のバランスが整って見えるようになります。プライベートの写真を撮るときにも使えるので、ぜひ試してみてください。そして2つ目がメルカリアプリでの明るさ調整です。実は高度な編集ソフトはいりません。出品画面で写真を選んで加工から調整を選び、明るさを調整するだけで OK です。スーパーの照明のように商品を最高に見せる明るさに簡単に調整できちゃうんです。実際に僕もいろいろな画像加工アプリを試してみたんですが、正直メルカリアプリの明るさ調整機能だけで十分だと思ってます。シンプルな機能だからこそ誰でも簡単に使えて、しかも効果的なんです。この2つのテクニックを使うだけで商品の質はぐっと上がります。初心者の方でも簡単にできる方法なので、ぜひ試してみてください。これだけで商品の見栄えが全然変わってきますよ。11、1枚目の写真の重要性。検索結果に表示されるのは1枚目の写真と値段だけ。これって八百屋さんが一番いい商品を店先に並べるのと同じなんです。例えばバックプリントがポイントの商品なら背中面顔を1枚に、スーツやコートならかっこよくポーズをつけた写真を、お客様の目が引く一番の顔になる写真を選びましょう。必要な写真は6枚だけ。写真は10枚撮りましょうなんて言われますが、実際6枚あれば十分。必要なのは商品全体、タグ、ブランドロゴ、汚れ、傷、生地感、サイズ表記。これは八百屋さんが果物を見せるときとも同じで、表面だけではなく裏も上も下もお客様が気になる部分は全部見せる。でも必要以上に見せる必要はないんです。13、再出品のタイミング。100円値下げを続けてこれ以上下げられない値段になったら、そうですね、再出品です。でもね、ただ闇雲に再出品を繰り返すのではなく、回数を決めておくのがコツ。僕の場合は基本2回、いいねが多い商品は3回まで。これ八百屋さんの商品管理と同じなんですが、いつまでも売れない商品を置いていくスペースはないですよね。だから期限を決めて売れなければ次の対策を考える。14、売れない商品の対処法。売れない商品どうしてますか？僕の場合3つ選択肢を用意してます。リサイクルショップに持ち込む、ジモティで売る、まとめ売りをする。これ実は八百屋さんの商品管理術そのものなんです。その日に売れ残った野菜を市場に戻したり加工品にしたり詰め合わせにしたりするのと考え方が同じなんですよ。うちの場合は単価が安いものは時給が取れないので処分をしてしまいますが、それでも少しでもお金になりそうだな、まとめればちょっとでも売れるんじゃないかなってものは近くのリサイクルショップにもう箱で持ってっちゃいます。ここまで見ていただきありがとうございました。僕はこの販売術で教え子に教えてメルカリだけでもね、月30万円以上の利益出したりとかって成功している方もいらっしゃいます。あなたも日々の買い物で経験しているお客様心理を思い出しながらこのテクニックを活用してみてください。さて今日は様々なテクニックをお話ししていきましたが、最後に大切なことをお話ししたいと思います。実はメルカリでの販売ってあなたが普段やっている買い物と本質的に同じなんです。例えばスーパーで野菜を選ぶ時のことを思い出してみてください。新鮮そうな野菜を手に取って値段を確認して、うん、これなら買おうって決める。あるいは八百屋さんの果物を買う時にツヤツヤした見た目のいいリンゴを選んで、これ甘そうだなって思いませんか？そうなんです。こういった日常のお買い物での経験って実は全部メルカリ販売に生きてくるんです。僕自身メルカリを始めた当初はいろいろと難しく考えすぎて頭を抱える日も多かったです。でもある時、あ、これって普通の買い物と同じ感覚でいいんだって気づいたんです。だからあなたも難しく考えすぎる必要はないんです。ただお客様の立場に立って考えてみてください。自分だったらこの商品どこを見てどういう基準で買うかなって、それだけでかなりいい判断ができるようになりますよ。今日お話しした内容があなたのメルカリ販売のヒントになれば本当に嬉しいです。もし少しでもためになったと思っていただけたら、ぜひコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいです。ここが参考になったとか、ここがよく分かんなかったとか、どんな感想でも大歓迎です。
それではお待たせしました。この動画だけでしか手に入れることができない究極のプレゼント、初心者でも簡単にメルカリで10万円稼ぐための超重要な副業ロードマップのご案内です。これからお伝えする受け取り条件をクリアしてしっかりとゲットしていただき、あなたの背取りビジネスからまずは最短で10万円を稼ぐための道筋を作ってくださいね。特典をお渡しする条件は簡単な3つのステップ。まずはこの動画に高評価とコメントを残してください。コメント内容は何でも受け付けますが、せっかくなので背取りに関する疑問点などがあれば質問してくださいね。そしてチャンネル登録をお願いします。最後に僕の LINE にこれからお伝えするキーワードを送信してください。この動画の概要欄にある LINE の URL にアクセスして、動画の終了後すぐに登録してください。そして僕の LINE で次のキーワードを送ってください。キーワードは必勝テクニックです。キーワードはお間違いないように送ってくださいね。今日は本当にありがとうございました。この背取り王子と一緒にメルカリ販売を成功させていきましょう。そしてまた次の動画でお会いしましょう。背取り王子でした。今動画ご覧のあなたへ豪華特典のご案内です。 LINE 登録者限定で稼げる背取り完全マスターへの道、豪華5大特典を期間限定でプレゼントしています。未経験から背取りを始めるにあたって必要なもの、そして季節ごとの鉄板トレンドアイテムを期間限定で完全無料でプレゼントします。受け取り方法は簡単3ステップ。1、チャンネル登録。2、この動画にコメントをする。3、この動画の概要欄から僕の LINE に登録する。僕が年商22億を稼ぐまでに徹底してきた重要な情報が揃ったアイテムを受け取れるのは今だけになるので、この動画を視聴後はすぐにゲットしてくださいね。